どうも、りょうへいです。ヘルドです。はい、お願いします。はい、ということで、本日もゲームチックな感じです。まあ、ゲームですよ。しながら、遊びながら、まあ、遊びながら練習していこう、練習しようということで、今回は足です。足、累関どっちが早いか、何秒かってことですよね。そう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 、これね、俺らのタイム測定の技術も出てくる。まあ、頑張りましょう。そうね。で、まあ、答えくらしいです。そう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 累関を、まあ、しっかりと走ってどっちが早かったかっていうのを競っていければなと、まあ、本当に単純な時予想していこうと。俺もね、走塁好きだけど決して足が速いわけじゃないから。足は速くない。そう、遅いなおかつ、君金具スパイクだから。そこ言っちゃう。その点金具の方が進みはいいよ。まあ進みはいいっすね、金具の方が。確かに、うん、疲れだったらポイントだけど、それは間違いない。そう、君の方が有利よ。まあ有利っすね、うん。まあなんで、まあこれも前回のね、スイングスピード同様3本、3本ですね。まあ1本目が多分一番速いはずだから、どんどん疲れてからね。ということで、累関3本、累関3本、はい、ホームからファーストまでで累関3本で、スタートはこのリードの、リードでいいですか、横の構えで。ほら、なんかさ、年始にやったプロ野球の選手の番組なんだっけ。年始はトンネルズのスポーツ王は俺だ。スポーツ王じゃないよ、あれです。バトルなんちゃらってやつ。バトルスタジアム。あ、そかな。そうそう、あれでさ、プロ野球選手と陸上選手がさ、走ってて、去年陸上選手、キリさんのめちゃ勝ちだったんだけど、今回、スタートを野球のね、リードのスタートに変えて、100メートルを50メートルにしたんかな。プロ野球選手寄りにした結果、プロ野球選手が2位になるっていう。1位は、まあ、陸上選手だ。やば。まあ、っていうのもあって、ちょっとね、おっと思って。やばんちゃん勝てる、スタートで。そう。スタートをね、大事になってくるなっていう、この距離だったら特に。これまあ盗塁のあれが決まるんじゃないですか、うん、もうほぼほぼ来年は盗塁できんじゃないですか。そうね、っていうのもあるんで、スタートによってっていうのがあるんで、じゃあちょっと2人でね、やっていこうと思います。はい、やっていきます。よし、じゃあどうぞ、用意どうぞ、スタートと合図でいこうと思います。位置について、よーい、ドン。よいしょ、よいしょ、よいしょ、奇跡が起きました。はい、5秒です。遅くね、ピッタシ遅いな、ピッタシでも遅いな。まあ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 5秒。はい、いや、加速は遅かった。ちょっと早くない？もうちょっと早くない？早く早く、 OK、 やめろ。1位ついて、よーい、ドン。ダメだ今、ダメだ今、足あった。タイム5秒27。もう3本目いくよ、はい、遅い。温まったんだね、疲れてますけど、3本目に一番いい記録出すのが男と思うんで、いきます。位置についてよーい、ドン。よっ、早い、よっ、早い。タイム4秒83です。一番早い。ね、スタートの構えを今広くするんじゃなくて、ちっちゃく、そう、こうした多分小回り効くってことですよね。三本気がきついっすよ。じゃあ、やっていきます。いやー、でこの間ね、ちょっと待っちゃったので、足ではね、勝てるように頑張っていきたいと思います。じゃあ1本目いきます。いきまーす。位置について、よーい、ドン。よいしょ、よいしょ。早い早い早い。でも4秒97、そんなくないですか。最初の料理そんなもんね。そう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 、めちゃできな。4秒97でしょ。 4.8 でしょ。行きますか、行きます。位置について、よーい、ドン。あー、やばいよ。あ、面白い記録になります。
面白い記録ですよ。5秒かい最初の両映像でした、うん、5秒00。はいはい、やばいな、これ息かかってますよ。やばい、息かかってますね。 OK、 OK、 はい、行きます。位置について、よーい、ドン。はい、お疲れ様でした。はい、ということでね、今回は負けました。しゃあ勝った。いや、唐揚げスパイクだね。唐揚げスパイクのだけだから、やってよ、唐揚げスパイクで。もう持ってきてないけどといったところで、二人とも疲れてるね。久しぶりにこんな話した。うん、まあ冬だし、まあ結構みんなね、長距離走る人もいるとは思うんですけども、まあ、体の切れ出すっていう点とか含めていいですね、うん、ダッシュっていうのもたくさん取り入れてっていいんじゃないかなと。で、今回僕らはインターバル少なめのね、連続3本だったから連続3本結構きついじゃん。そう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 、まあそれはそれで結構負荷かかるんで、体力面っていう点でも、まあ、いいんじゃないかなと思うので、はい、僕はドミンコ飲むんで、はい、はい、お願いしますよ。はい、といったところで、まあ今からちょっとドミンコ飲んでいこうと思います。はい、いやー、よっしゃー、来ましたね。そうですね、ヒロトの罰ゲーム直後になります。はい、前回の動画でね、見た感じどうでした。いやもうね、きついと思うよ。いや、きつかったよ、マジででしょ。俺それ飲まなきゃいけないでしょ。まあね、ヒロトの2分の1だからね、俺は。そうそう、2分の1すぐですよ、すぐ。いやでもやだな、まあ特製ドリンクなんで。ちょっと待って、多くない量。多くないっすよ、どっちもさっきこんぐらいで、こんぐらいっすよ。ああ、そんなもんか。うん、うわ、匂いやべえ。じゃやばい。そう、なんか慌ててる曲何これ。は、飲んでからのお楽しみです。何か当ててください。炭酸系か。炭酸は炭酸です。じゃあ行きましょう、罰ゲームね。行きましょう。足遅かったからね、これ飲んで早くなると思います。いきます。あああ、どっかで飲んだことあるこれ。なんだと思います。俺が洗礼食らったやつだ。あの時ですか。スモンスター、全然ございます。懐かしい、一生飲みたくね。懐かしい。ああ、焼けるマジで焼ける。やばくないですか。よく俺あれさ、うん、一口これいざ飲んでみたらやばいな。やばいと思う。よく一口あの時飲んだな俺。初心忘れべかず。しかもあの時さ、普通に飲んでただけ。今一気飲みって。いや、しかももうやばい匂いしてたの分かってるから。分かるから、そうっすね。あはい、足速くなります。足速くなってください、今年も。はいはい、ということで、ということで、はい、むせてるんですけど、はい、今回の動画は以上となります。はいはい、チャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いします。それでは、ありがとうございました。よいしょー本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではしょうへい TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。